INZM と川崎ブレイブサンダースのマスコット、ロールコラボが話題。ファンが語る INZM の魅力。短い手足、飽きた犬いぬ、ぬいぐるみ、愛が爆発。INZM の魅力について語るとき、まず最初に頭に浮かぶのは、その圧倒的な存在感だ。ナンバーアンダーライン愛による、INZM は、平野翔ガンユそして神宮寺優太という三人のメンバーが手がけるプロジェクトであり、 その音楽はただのエンターテインメントを超え、ファンの心に深く刻み込まれる。彼らのダンス、歌声、そして一体感は、まるで一つのアート作品のように完璧に調和している。INZM の人気は国内外問わず、リリースするたびに各音楽チャートを席巻し、リスナーを虜にしている。特にその中でも、SNS での盛り上がりは見逃せない要素だ。最近では、INZM の ロールが踊る映像が SNS で話題になり、可愛らしさにあふれるその動きが多くの人々の心をつかんだ。短い手足で踊る姿が本当に可愛いと多くのファンがコメントを残し、リポストやリプライが次々と飛び交う様子は、まさに今の時代の音楽とファンダムの新しい形を象徴している。ロールは川崎ブレイブサンダースのマスコットで、その小柄な体と踊る姿が、ファンの間で特に注目されている。 ファン同士のやりとりも見逃せない要素の一つだ。SNS では、やばい、かわいい、もちろんリポストしてもいいですか、というようなやりとりが日常茶飯事であり、彼らの間で交わされる温かいコミュニケーションは、INZM の音楽を超えた、コミュニティとしての強固なつながりを感じさせる。実際、多くのファンが、ロールの踊る姿に何度もリピートしてしまった、というコメントを残し、その可愛さに魅了されている。 ここで、INZM の成功を一つの視点から見直すことができる。それは、ただ音楽を提供するだけではなく、SNS を通じてファンと深い絆を築いている点だ。INZM の音楽とその背後にあるファンダムは、現代の音楽シーンにおいて、単なる音楽体験を超えた新しい価値観を提供している。例えば、川崎ブレイブサンダースのファンが INZM のパフォーマンスを通じて感動し、 その感動を SNS 上で共有するという行為は、音楽そのものが一つの文化を作り上げている証拠だといえる。特に面白いのは、ファンが自らの言葉で INZM のパフォーマンスを再解釈している点だ。例えば、短い手足で踊る姿がたまらなくかわいいというコメントは、単にロールの見た目を称賛するものに止まらず、彼の踊りの技術やキャラクターそのものに対する愛情を表現している。また、 秋田犬のぬいぐるみを持って踊っている姿が本当に素敵だ、といった細かい描写が、ファンがどれだけ深く彼らのパフォーマンスに感情移入しているかを物語っている。では、この現象はなぜこれほどまでに影響力を持つのだろうか。一つの仮説として、SNS の即時性と視覚的なコンテンツが融合することで、ファンが直接的にアーティストやその作品と関わることができる点が挙げられる。これは、 従来のメディアやテレビでは得られなかった体験であり、特に若年層のファンにとっては非常に魅力的な要素となっている。さらに、INZM のメンバーたちも SNS でファンとの対話を大切にしており、この双方向のコミュニケーションがさらに彼らの人気を支えている。また、川崎ブレイブサンダースというスポーツチームのマスコットとのコラボレーションも、INZM の新たなファン層を開拓する要因となっている。通常、 音楽とスポーツは異なるフィールドで活躍するものだが、このようなコラボレーションは異業種間の新しい可能性を示している。ファン同士の交流やリポストが飛び交う中で、音楽とスポーツという二つの文化が一つに融合し、より広範な層に影響を与えているのだ。現在の音楽業界において、ただ楽曲を作り上げるだけではなく、いかにファンとのつながりを築くかが重要な課題となっている。INZM はその点で、 音楽の枠を超えた新しいアプローチを提供している。彼らは音楽の質を高めると同時に、ファンとのコミュニケーションを大切にしており、その結果、国内外で幅広い人気を博しているのだ。INZM の成功は、単に優れた音楽を作るだけではなく、SNS を通じた双方向の対話がいかに重要であるかを示している。このように、INZM の音楽は単なるエンターテインメントにとどまらず、 ファンとの強いい絆を通じてて進化し続けている。ファンは彼らのパフォーマンスを見て感動し、その感動を SNS で共有することで、さらなる感動を生み出す。このサイクルが INZM を特別な存在にしているのだ。そして、その一翼を担っているのが、川崎ブレイブサンダースのマスコット、ロールの存在だ。短い手足で踊る姿が、ファンにとってどれほど IOC かは、 SNS 上のコメントを見るだけで一目瞭然だ。この現象をもっと深く掘り下げると、ファンダムそのものの進化が見えてくる。以前はファンという存在は、ただアーティストの作品を消費するだけだった。しかし、現在のファンは、アーティストと共に作品を作り上げ、共有し、そして進化させる存在へと変わりつつある。彼らの声や行動が、アーティストの成長に直接影響を与えるという点で、 音楽業界はかつてないほどダイナミックな時代を迎えている。INZM とそのファンダムの未来は、まだまだ未知数だ。彼らがどのような新しい挑戦をするのか、そしてその挑戦がどのようにファンと共鳴し合うのかは、これからの音楽シーンの一つの注目ポイントである。現在の SNS の普及によって、アーティストとファンの距離はこれまで以上に近くなり、これからの音楽業界がどのように進化していくのかは、 INZM のようなアーティストたちの動向に大きく影響されるだろう。INZM のような存在が音楽業界においてこれほど重要視される理由の一つは、その時代性にある。今の時代、ただの音楽だけでは人々の心をつかむのが難しくなっている。アーティストは自分たちの音楽を超えた、全く新しいエクスペリエンスを提供する必要がある。それは、ファンと一緒に作り上げるものであり。 SNS を通じてリアルタイムで感じ取ることができる共感や喜びだ。この共感こそが INZM の成功を支えている大きな要因であると言えるだろう。ロールの可愛らしいダンスや SNS でのファンのリポストや反応はただの偶然や一時的な現象ではない。それは意図的に構築された新しいファンエクスペリエンスの一部だ。ロールの動き一つ一つ、彼の持つ秋田犬のぬいぐるみ。 そして短い手足でのダンスは、すべてがファンの心をつかむためにデザインされたものと言える。そして、ファンはそれに見事に依頼、何度も何度もリピートし、その感動を友人やコミュニティと共有している。これにより、音楽とエンターテインメントの間にある境界線はますます曖昧になり、ファン自身がそのエンターテインメントの一部を作り上げる時代へと突入している。この現象を考察する中で、 私たちは一つの大きな疑問に直面する。それは、今後アーティストたちはどのようにしてこの双方向性をさらに深めていくのか、そしてファンエンゲージメントをどのように進化させるのかという問いだ。単にパフォーマンスや楽曲を発表するだけではなく、ファンが参加できる新しい形式のコンテンツをどう提供していくのかが鍵となるだろう。INZM は、その問いに対してすでに一歩先を行っている。彼らは、 音楽だけでなく、ファンとのつながりを基盤にしたコミュニティ作りに成功している。実際に、INZM のファンイベントやライブパフォーマンスでは、ファンがただの観客ではなく、参加者として迎えられていることが多い。これまでの音楽ライブは、ステージと観客席の間に明確な境界線があった。しかし、INZM はその境界線をあえて曖昧にし、ファンがステージに立っているかのような体験を提供しているのだ。 SNS でのリアルタイムの反応や、ファンによる自主的なコンテンツ作成もその一環だ。ファンが自分の視点で、INZM のパフォーマンスや楽曲を再解釈し、それを発信していく。このようにして、音楽はファンと共に成長していくのである。さらに興味深いのは、INZM の活動が日本国内にとどまらず、海外のファンダムにも大きな影響を与えている点だ。SNS の普及により、 言語や文化の壁が取り払われ、音楽が世界中の人々をつなぐ手段となっている。INZM の楽曲が海外のチャートで評価されるのも、こうしたグローバルなファン層の力によるものである。彼らの音楽が日本だけでなく、世界中で愛される理由は、その普遍的なメッセージとエネルギー、そして何よりもファンとの深い絆にある。